はいどうも、アミグルミストの角田です。そんなわけでですね、今回はミシン糸の隅っこ暮らしのエビフライの尻尾の編みぐるみを編んでみようの第10回です。はい、まあそんなわけでですね、今回は隅っこ暮らしのエビフライの尻尾のですね、足を本体ですね、体に縫い付けていきたいと思います。はい、まあ後半ですね、まあいつものようにというかですね、まあちょっとしたやらかしをしてしまってるんですけども、まあよかったらですね、ご覧ください。どうぞ。まあそんなわけでですね、隅っこ暮らしですね、まあ順調にというか編んでるところなんですけども、で前回ですね、手をつけましたね。これでですね、足なんですけども、片方はもうつけておきましたってことでですね、今日はもう片方のですね、足をつけていきたいと思います。はい、ってことで、よし。で、相変わらず前回というか、しばらく見てくれている方はですね、話は聞いてると思うんですけど、話は聞いてるというかですね、相変わらず目を何もしてないっていう感じで、やっぱりちょっとこの目はですね、変えようかなと思ってます。で、まあ、とりあえずですね、今日は足ですね。で、よいしょ。手に関してはですね、綿を入れなかったんですけども、この今、先につけた左足ですね、左足には綿を詰めました。そんな詰めましたって、そんななんか声高に言うことでもないんですけども、よいしょ。ちょっと糸先が、あ、でもやっぱり気づかなかったんですけど、あ、でもそうでもないか。結構光か、ライトが当たって光が入ると、ちょうどこの肌の色とですね、糸の色が同化して、肌の色と同化して糸を通しづらいっていうことにですね、前回気づいたのでした。大丈夫かな？結構ですね、一段ずれると、特に小さいのでですね、一段ずれただけですっごい目立っちゃうんですよね。なので左右のバランスっていうことですよね。いや、でも今小さいからとか言いましたけど、関係ないですよね。
毛糸の編みぐるみでも一段ずれる結構表情を撮ったりとか、あ、やばい、ん、あ、やばくない、結構あの一段ずれるだけでも変わっちゃうんで、あ、そっかそっか、結構慎重にやんないとですね。大丈夫か、でちなみに、今回のこの隅っこ暮らしのですね、手と足なんですけども、段数で言うと2段だけなんですよね。なので逆に難しい感じになりますね、こういう取り付ける作業とかが。で、さっき綿を入れたって言ったんですけど、やっぱり2段しかないのでですね、綿を果たして入れる、綿を入れるほどのことかどうかっていう、入れるほどっていうのはちょっと言い方良くないですよ。でもやっぱり気持ちの問題というかですね、綿を入れた方がですね、なんか僕は好きですね。で、前回も言ったんですけど、そう言いながら手には綿を入れてないっていう、
若干外側縫い付けてるところもちょっと外側で縫ってました。若干外側にこっち抜けちゃったかな。よし、もっとゆっくり。あ、いてててて、たまに手に刺さるんですよね、油断してると。で、こう持てる。いや、でもさ、ちょっと頭の話に戻るとですね、綿を取る。やばいやばい、やばいやばい、ちょっと巻き込んじゃってますね。こういうのがちょっとですね、油断すると、あ、やばい。ちょっとピンチだ。やばい。どうなってんだろう。何かおかしいですね。ここに来て。最後の、一番最後のところなのに。こっちは巻き込んでない。間に刺しちゃったかな。いや、ちょっとこれは力ずくで。抜くのがちょっと怖い感じです。これはですね、おそらくこのままガッて引っ張るとプチっていっちゃって切れちゃうパターンになっちゃいそうな。これ何が引っかかってるんだろう。糸の間に刺しちゃったのかな。あ、これダメだな、絶対これプチっていいな、どうしよう。これはちょっと悩みどころですね。これが上に行くんだったら、いや、これは抜けもしない感じですね。抜けもしないし、あ、いけるか。いや、無理か無理か。これはもしかして編み直しか。あ、ちょっといけそうな気が。これプチっていったらあれですね、もう編み直しですね。はい、切れました。はい、ってことでですね、まあ予想通りといった感じで切れましたね。で、ですね、どうしようかな。切れて、まあ予想通りなんですけども、どうしようかな。これはでも、ほど、ずれちゃう。この糸を、どっちが早いかな。まあ別に、ですね、どうしようか。新しい糸で補強というかですね、久しぶりなの、このなんかやっちゃった系の感じが。なので、まあ、とりあえずですね、今回はここまでの中途半端なんですけども、この先ちょっとどうするかはですね、また考えて、次回治ってるので何もこともなかったかのようにやるか、この補強だけをやるかって感じですけども、まあ、とりあえずはですね、まあ、今回はこんな感じにしたいと思います。はい。ってことでですね、今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ではでは。プリコ。